じゃないですか。ボケてるよね、多分この辺とか。こうなんか皆さんはどう見えますかね、この映像。今ねモニターチェックしながら自分の映りを確認してるんですけど、これはパナソニックの GH5 っていうカメラなんですけど、新しく導入しました。私が今まで使ってたカメラが EOS M6 かな。基本的にヘア撮りはスマホじゃなくてこういう一眼レフみたいので撮ってたんですけど、前のそのヘア撮りしてたカメラは上にモニターがあるんですよね。カメラがあったらパカーンってここに開くようにモニターが出てくるんですよ。だからレンズをの上にカメラがあるから、なんか私の目線がこの辺になってるみたいな。しょっちゅう視聴者さんからかのんちゃん目線ずれてるのなんとかなんないのって言って、指摘くださる方がいて、もうごもっともだと思って。で今回のこの GH5 っていうのは、このカメラがここに本ってあるとしたら、今まではここにこうやってパカーンってこうモニターが出てたのが横にこう出るみたいな、ヒュッて。だから私がモニターを見てたらこうなるんですよ、こうなるんですよ。絶対おかしいじゃないですか。もう強制的にこうみたいな。これ完全なテスト動画なんでそんな長くはないですけども、色味とかもこれ完全に逆光で撮ってるんですよ。今後ろにこの下界を見下ろす青吉がいるんですけども、それでも逆光っぽくなんないですよね。ちゃんと私の顔が明るく撮れてますよね。しかもこの部屋そんなに明るくないんですよ。カラオケボックスなんで、カラオケボックスなんですけども、あともう一つ心配なのが、こういう一眼レフっていうか、ミラーレス一眼っていうんですけども、画質がすごいいいから、私の顔のこのなんていうの、凹凸が逆にあらとして目立ってしまうんじゃないのかなっていう。どうなんだろうね。こっちのモニターで見ててもあれなんですよ、画質ってそんなに良くないじゃないですか。そのモニターっていうものそのものの液晶だから、これをパソコンに取り込んで、それでパソコンの画面で見たものが多分視聴者さんが見るものと同じクオリティになるんで、今ここで私がこのモニター見て、あこれ今映りすごいみたいな思っても、いざパソコンで見たら、あれそんなに違う、なんか違うじゃんみたいな。まあそうですよね、だってカメラのこのモニターってそんな画質ね、スマホみたいに良くないですから。あくまでここは本当に簡易的に確認するよみたいな、ピント合ってるかなとか。いかんせん私が目が悪すぎて見えないですよね、結局そういうことかいみたいな。ズームするとどうだろう、いきます、ちょっとズームしますよ。ズームするとほらすごいボケますよね、背景が。これ面白い、やば。今回導入するに至った経緯なんですけども、まあ心機一転、ちょうど1年前に私はカメラを買ったんですよ。 EOS M6 1年前に買って、いや違うな、私7万人ぐらいの時に買ったから1年ちょっとか、まあ結局1年ですけど、1年ずつこうカメラを、まあ、本当だったらね長く使えよってね言われちゃうんですけどね、常にYouTube ってこうどんどん時代が変わっていくもんじゃないですか。それによって一緒に合わせていかないといけないし、まあこのカメラ2017年に出たやつなんですけど、古いけど、ただ今のこの現行で出ているすごい性能のいいカメラと比べても、むしろ YouTuber が使うカメラだったらもう本当にこれを買っとけば間違いないってみんな言うんですよ。なんか一眼レフってどっちかっていうと、そのなんだろう、写真を撮るのに特化してるみたいなイメージありません？私もそうなんですよ。で今までなんかいろんな YouTuber 見てきて、なんか背景がボケてる動画とか見て、あかっこいいなみたいな。でテレビってそんな風になんないじゃないですか。基本テレビって後ろもピント合うし、私自身っていうか人物のピント合うし、全部にパリッパリにピント合ってこそだからテレビみたいな、まあ、野球中継とか
スポーツ中継だとなんか特定の人物だけにピント合わせたりとか、まあそんな感じですよ。要は背景がボケた一眼レフで撮ったああいうなんか写真、すごくクオリティのいい写真をそのまま動画にしたバージョンみたいな、うん、スマホってあれなんでその全部にピント当てるんで、まあそれでもいいんですけどね。むしろ外でこうなんだろう、お散歩動画とか撮るんだったら私はスマホの方が使いやすいんだと思って、だってでかいですからねこれ、1キロぐらいあるから、しかもガンマイクつけてるし、もうヘアドリー専用っていう感じですかね。どうしよう、今まで使ったカメラ売るか、売ってちょっとこの食らった金銭ダメージを補うみたいな、まあいいんじゃないかな。うん、これ撮れてるよね、見えないんだよな。あー光ってる、いやいいわいいわ、これルミックス GH5、カメラのメーカーによってすごい性格が違うみたいで、キャノンだったらその人物をふわっと浮き出してくれたりとか、結構評判いいんですよキャノンは。だから私もキャノン使ってたんですけど、でソニーはなんか女の人を映すのにはあんま適してないみたいなことをよく聞きます。どっちかっていうとそのなんだろう、ちょっとクールな感じで映っちゃうみたいで、肌とかもなんだトーンダウンっていうか、色があんまりパリッパリに出したりとかいう感じじゃないんですよね。私もそうだな、2年前にソニーのカメラ使ってたんですけど、やっぱそうソニーはね、人物っていうよりかはこういう物を撮ったりとか、あとまあ男性だったら別にいいのかなって思うんですよ。ふわっとしたいとか、ちょっと肌をきれいに見せたいなってだったら、もう私はもうキャノン一択かなって思うんですけども、今このパナソニックですよ、パナソニックの GH5、 これももう視聴者さんの感想にも私は任せるっていうつもりで今撮ってるんですよね。本来日曜日私動画投稿する日ではないんですけど、出してるっていう感じですかね。ピントのズレとかないですか？私実はさっきメインチャンネルで月曜日用の動画撮ったんですけど、なんかその色味がちょこちょこ変わっちゃうんですよ。後でプレビューで見たらあーみたいな感じで、まあ別に写りはいいんですけども、その白く飛んだりとか白飛びしたりとか、あったかい暖色になったりとか、なんかこうなんかね、常にこうなんかグラグラ動いてるんですよ、あの色味がね、色味がですよ、ピンボケとかじゃなくて。30分ぐらい動画撮って、明日の公開する動画を撮ったけど、それを削除するのはめちゃめちゃもったいないなと思って、結構いい動画撮れたから、私の中では映像的にはあんまりそう質は高くないんですけども、明日もちょっと、ね、トーク動画出すんでそれは見てください、ぜひ。性別トークです、楽しみに。わいわいな、ちょっとって私口癖だな。その時の映像がやばかったから、私さっき新宿、今ここ新宿なんですけど、新宿のビッグカメラに来て、この映像少し見てもらえませんかみたいな店員さんに言って、こういうなんか色がこうふわーんって変わったりするのはこれなんでですかねみたいな、で自分の映像見せたんですよ。こうやってこうマニュアルに設定して、こうやれば設定が固定されるから、こうふわんふわんって色がなったりしないから、これで今度からやってくださいねって言って、今これなんですよ。長かったな。うん、私的には今このモニターを見る限りでは大丈夫っていう感じですかね。うん、これただ今何分撮ってんですか、私全く分かんない、目が悪すぎて。最後に私の顔をちょっとアップにして肌質をちょっと見ていただきましょう。すごいね、ボケるわ、ここボケてる、やば、面白い。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこのカメラいいよっていう方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。
ツイッター、インスタグラム、そしてサブチャンネル、アクアの秘密箱は画面の下にありますので、そちらもチャンネル登録してねー。また次の動画でお会いしましょう。埋もれてゆく夜空の下。